はい、こんにちは。一橋大学の問題なんですけども、カッコ一番で前科式解く。これはもう本当軽いジャブ、前菜です。メインディッシュはもうカッコ二番ですね、この問題。まあなんで、この前科式はさっさと解いちゃいましょうと。まあ解き方は私はとりあえず3の N+1 乗で割ったんですけども、F カッコ N のタイプでもできるんで、まあどっちでもいいんで。まあとりあえずじゃあ2通り。AN+1、これ3の N+1 乗で割ってあげると、こっちは3の N 乗分の AN にしたいから3を1個前に出してあげて、まあもともとあった2と、これでちゃんと3の N+1 乗で割ってると。でまあここは分母に3だけ残るんですね。まあそしたらこれが BN+1 が3分の2 BN+3 分の1って一番基本的な前科式になると。かまたはもう1個のやり方、まあ別にもっと他にあるかもしれませんけども、AN+1+F(N+1) イコール、まあ2は尊重して AN+F(N) のタイプ。まあこの F(N) さえ求まれば、これはもうこっちの方が、あとは早いと。で、まあ F(N) どういうふうにしたいかというと、ここが3の N 乗なんで、まあ F(N) を α3 の N 乗と話してもいいのかな。そしたら3の N+1 乗ってのは簡単に3が前に出せるんで、そしたらこれでやるならば AN+1 まあプラス α3 の N+1 ですよね。 F(N+1) が2AN+ 3の α3 の N 乗と。でまああとはこの α さえ出ればおしまいなんで、バラして係数比較すればいいんで 2AN+2α3 の N 乗で、今言ったようにこの1は1個前に出せるんで、マイナス3ですね。α3 の N 乗と。そうすると、マイナス α3 の N 乗が3の N 乗になればいいんで、α はマイナス1。とすれば、この式が AN+1 マイナス3の N+1 乗が、2AN-3 の N 乗と。まあこうなればこっちの方が早いということで、まあじゃあ両方で答えが同じになることを確認しておくと、こっちの場合はまあ一旦、まあ特性法でしたら、じゃあさらっと3分の 2x プラス3分の1なんで、3分の 1x が3分の1だから x イコール1なんで、bn+1-1 が3分の2括弧 bn-1 と。そうすると、bn-1 っていう数列は、b1 は3分の5ですね。引く1なんで3分の2。初項3分の2、項比も3分の2で n-1 乗と。ということで、bn は3分の2の n 乗足す1。で、3の n 乗分の an が bn なんで、3分の2の n 乗足す1だから an は3の n 乗かければいいんで、もうぴったり約分できて2の n 乗足す3の n 乗と。でまあこっちも同じになりますね。 an-3 の n 乗っていう数列は、初項が 5-3 だから2、初項2、項比2の n-1 乗なんで、 an はやっぱり3の n 乗足す2の n 乗と、まあ同じになります。まあ、これを解くのはもう本当に軽いジャブなんで、メインはこれが10の10乗を超えない、 AN が3の N 乗足す2の N 乗、これが10を超えない、こうなるような最大の整数 N を求めてくださいと。これ1個だったらもう話はもう教科書の例題レベルですよね。これの N 探せってのはもう、これ与えられてるんだったら教科書例題レベルと。でもこれ足し算なんで、3の N 乗足す2の N 乗。これ今教科書例題レベルと言ったのは、両辺に対数取ればいいだけですよね。ログ10。まあ後でこの計算結局やりますけど、こうやるだけでも出ちゃう。でも、これは、対数取っても何にも嬉しくないですよね。足し算なんで、これは1個だからこの N が前に出てきて、でこれ与えられてるからもう簡単ですけど、これ N ちっとも出ないし、これ分けられないですからね。
足し算なんで。掛け算なら分けられますけど、掛け算だったらそもそも6の N 乗なんで、となる。結局これ足し算なんで、対数とっても全く嬉しくないと。じゃあどうしたらいいのかなってことを考えたときに、3の N 乗と2の N 乗って、指数関数って定が1違うだけで、最初のうちはいいんですけど、N がちょっとでかくなった瞬間、もう、こいつはこれに比べてゴミ以下なんですね。埃です。っていうのは、2の10乗って、まあ誰でも大体1024って覚えてますけど、3の10乗覚えてる人います？いや、私は覚えてないんで、さっきこれ取る前に電卓弾いて、もう忘れちゃったかもしれないと、59,049 かな。まあこんなの多分すぐ忘れちゃうと思うんですけど、この、たかだか10乗ぐらいで、もう、1対約60、60倍違うと。だ次でも100倍は違わないか。まあでも、それが違っちゃうかな。っていうふうに、たかだか10乗でまだ、たかが10乗どころか、たかが、10の3乗が、これ、こっちは4乗か。10の4乗ぐらいの数でもう60倍も違っちゃうと。っていうふうに、3の N 乗は2の N 乗に比べて、もうはるかにでかいっていうのは、まあ極限の問題でよくあるのは、例えばこんなの見た瞬間に N が無限大だったら、こんなの、これゴミで1じゃんって、やっちゃっていいんですよね。まあもちろんちゃんとやるならば、分母分子を3の N 乗で割って、1たす3分の2の N 乗分の1になって、1より1、絶対値が1未満の数は無限乗したら0ということで1というふうに、もう3の N 乗に比べたらもうこれはゴミですと。じゃあ、とりあえず3の N 乗が10の10乗になるような N をちょっと探してみてと。で、そうすると、まあ、見やすく言うなら、ここに3の N 乗があって、ここに3の N たす1乗があって、で、まあ、どこだかわかんないけど、10の10乗があると。そうすると、この間って、この間の差って3の N たす1乗引く3の N 乗なんで、3の N 乗括弧3引く1だから、2×3 の N 乗ですよね。で、さっき、たかだか10乗ぐらいで、2の N 乗ってのは、これの120分の1だったんですよね。10乗ぐらいで。もうこれぐらい。これぐらいが、これぐらいの幅が2の10乗。さっきの10の場で。で、さらにもちろんでかいんで、もう2の N 乗っていうのは本当にもう、わずかです。ってことは、3の N 乗に2の N 乗を足してこれを超えちゃうなんていうのは、本当に運よく、というかまあ、ギリギリ10の10乗に、すんごく近いところに3の N 乗があった時に限りなんですよね。もうなんで、これ求めたら 99.9% 答えですと。でももちろんちゃんとそれを答えたことを示すには、それはもう求めた N の先頭の数字ぐらいでいいんじゃないですか。もちろんだから、こういうのはもう99999999のような状態で、ちょっと足して超えちゃったと。いうのが起こらないのは、これが先頭が9じゃなければもう絶対大丈夫ですよね。たかだかちっちゃい桁の数足したって、絶対繰り上がることないんで。なので、とりあえず、これだけで求めるのではさっき言ったように教科書例題レベルなんで、対数を取ってあげればいいと。押すと、n×0.4771 が10よりちっちゃくなるのは N は0.4771 分の10で、これはちょっとさっき電卓で計算しておきました。いくつだっけかな、 20.95 かなです、確か。で、そうすると3の20乗は10の10乗よりちっちゃいと。で、なんか結構微妙だから心配、まあでも必要ないですよね。必要ないけど一応心配だからやってくのが。これはもうこれで言えてるんですよ。言えてるけど、まあ一応計算しておく。21×0.4771。これは確か 10.01。まあ結構確かに微妙だけど、ちゃんとこっちがでかいと。なので、あとは、これが、11桁の数ですよね。で、これが、まあもちろん、10桁と、あと、どんな数かっていうのをちょっと調べると、3の20乗を、x を置いたら、まあ対数取って、
20×ログ3が 0.4771 がログ10x なんで、これが9.52 ぐらいか。まあ小数代入で十分です。そうすると、3の20乗っていうのは10の9.52乗っていうのは10の9乗かける10の 0.52 乗だから、まあちゃんと10桁で先頭の数がこれと。じゃあこれ、計はいくつなのかっていうと、10の 0.52 乗は、10の 0.5 乗。まあ、ルート10だから3。3点よりもでかくて、10の 0.6 乗っていうのは、10の5分の3乗は、5乗根線。5乗根線っていうのは、1000に近い数で、1000に近い数でいい数は1024ですよね。1024の5乗根は、1024の10乗根が2なんで、これ4ですね、4。ってことは、3点よりでかくて、4よりちっちゃいんだから、先頭は3の20乗っていうのは、3点なんとかかける10の9乗。先頭が3の10桁の数。これはもう、この時点でもう、OK ですよね。OK、2の20乗が、これよりでかいわけないんで、これ倍してもまだならないんで。倍してもまだならないんで、まあ、これでも OK ですけど、じゃあ一応10の20乗を、2の20乗をワイドでもして、ログ10取って、20×0.3010 がログ10y なんで、2の20乗は10のまあ 6. 点なんとか乗。まあただだから7桁の数です。10桁の数の先頭3の数に7桁の数足しても絶対それは次の桁に行くわけないんで、なのでもうこれが最大の数だと。まあもちろん21になったらもう3だけで超えちゃうんで、答えは20ということでよろしいんじゃないかなと思います。じゃあ以上です。ありがとうございました。